そうそう、うちののね、視聴回数とか、その閲覧件数は、SNS 運営会社の方で、それとあと密接に関係のある各国の、停信関係、まあ、例えば、郵政省だったり、そのね、総務省だったり、で、昔の逓信省ね、とかね、まあ、国家事業やったからね、電話っていうのはね、今の NTT とか、あるいは AU、KDDI な、第二電話、じゃあ国際電話のほうが、国家事業やったからね。で、まあ、逓信省だったんや。まあ、そういう関係の中にまた、諜報部門があって、外国やったら CIA とか FBI とかあるやんか、アメリカやったらな。ね、そういう関係と非常に密接に関わりがある SNS、 当たり前な、ネットな、当たり前ねんで、そこを咎めるんやったら、SNS 以外の方法でつながらんとあかんねん。それが本筋やんか。なんで SNS のお膳立てでそのつながって、ほんで SNS をお膳立てしてくれた国家組織、各国の、あるいは権力組織、超大国の、それを非難するってちょっと滑稽でしょ。滑稽やな、ご利用者様によるなんかお制約に対する苦情以上の性質持たんで、はっきり言って言わせてもらえばね。まあ、それはそれとして、うちだから、うちはそっちが都合悪かったらこっちは絶対言わなあかんねんからって、でも件数やばいでって、そう言うんやったら件数は適当に粉飾しなさいよと、こっちから言って。だってもう全部よく見られてるやつはもう全部500件ぐらいにぐんと全部下げたらええからって 視聴履歴を 提案してん、異議申し立て、異議申し立て風のなシステム使って SNS の方にな。そやけど、それはそれとして、まあ、いろんな呪術的な、数字 単なる呪術に過ぎない数字の無理読み、まあ、語呂合わせ的な、そんな遊びもできるでしょうし、まあ、それはそれとして、うちの、まあ、その波あるよ 見てもらったり見てもらってなかったり、タイトルの付け方、咲いてる時と咲いてない時もあるし、もっと見てもらえるような、なんかいろんなタグの付け方とかもしてへんし、めんどくさいから、そんなん AI が勝手にやったら楽やねって言ったら、それ AI に技かけられるやろ、うちらが。なかなかうまいこといかんもんで、ね、そこ期待してもしゃあないし、だからうちのが件数がどんなふうになっても気にしてへんし、だからそっちも気にすんなよな。あんまり自由の問題ちゃうと分かったやろ、うちの動画とか投稿に対する件数はな。